はい、ということでクアンタムプロトコル始めていきます。初見ですね。もうロケてもしないことがバレてしまう。はーい。なんかカードゲームらしいですね。よくわかんないです。何をデクリプトするんだ。メッセージ。親愛なるエレイン、短い間でしたが本当にありがとう。もうあなたの助けになれないこと、どうか許して。今本当にいい人間もいると信じています。お願い、カイワを守ってあげて。なんだろうこれ。残った一人の妹だからとかかな。オペレーションブラックアウト、かっけえ。前にオペレーションなんたらとかつくとめちゃくちゃかっこいいよな。うわぁ、シージみたいだな。水飲んでる間に来たわ。始めるわよ。了解。俺どれだろう。システムに異常なし、オペレーションを開始する。俺ビショップかな。俺こんなヒゲ面のおじさんじゃないんですけど。ハッキングスタート、かっけー。ブーティング。なんかこんな感じでキャラを選んでいって、スレイザースパイアみたいになんかやってくタイプらしいけど、ちょっと違うみたいな感じのゲームらしいですね。今はクイーンしか選べないみたいです。でスペシャル2。あ、この辺選べないのか。あ、選べるじゃん。何これ。使用負荷、使用負荷、なるほどね。35、これスタッツと攻撃力かな。なんだっけ、読み方忘れたわ。シャドバで鍛えたはずなんだけどな。あ、ハッキングしてる。ありがちなやつ。シスコとかの図を使ってんだろうな。カードにはレベル、攻撃力3、体力があります。なんで今3だけ読んだ。攻撃を行うと攻撃を受けたカードのみダメージを受け、体力が0になるとそのカードは破壊されます。はい、これ攻撃正面かな。クリックしただけでそのまま攻撃しちゃったんだけど。デッキをクリックするとターンが経過します。スキルのターンが経過するとカードをロードできるようになり、また非アクティブカードの非アクティブのカードかサイエドをアクティブ化します。ああ、なるほどね。アンタップされるってことね。ナイフハック、はい。あ、ここが減るわけね。あ、じゃあリアルタイムカードバトルじゃないんだな。それはいいな、考える暇があるんだな。はいはいはい。で押すとターンが経過するわけね。了解了解。でクリックするとまた攻撃できるわけね。今、はい、これをドラッグ。今ここをいじったら数字減ったな。カード引くとでクリックしてクリックすると、なるほどね。で、全てのウェーブを最後までクリアすることが各ステージの目的となります。ステージクリアまでのウェーブ数は画面上部に表示されます。あ、これか。はい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 。だからこれを召喚、アタック。え、お前さっき攻撃しなかった。なんでこれ味方行くよな。え、なんで。あ、え、さっきの何。え、攻撃せずに終わっちゃったこと。終わっちゃった。ドローする。これ絶対攻撃してくるじゃん。あ、これで狙う、移動する、攻撃する。今移動ターン使った？言ってなかったわ。敵のカードは右上のカウントが0になると行動を起こします。なるほどね。これ仁王立ちかな。仁王立ちかな。あの差ししたゲームの例えを使うのやめてもらっていいですか。あ、ちょっと待って、これダメじゃん。あ、でもあのターンが経過するかどうかこれで確かめられるけどな。確かめるか。でもせっかく撃破できるチャンスじゃないな。1で食らうな。てか1死なねえじゃんこれ。じゃあとりあえずここ置いてアタックして、アタックする。でカード引く。なるほどね。
ここさ、ターン経過したら正面に攻撃する。オッケーオッケー、なるほどね、把握したわ。で、ここ移動する、アタック、アタック、移動攻撃しちゃダメか。ドローする。で、こっち落とす。あ、ちょっと待って、俺がダメージ受けてる。あ、え、なるほどね。あ、じゃあ移動であと探検化するね。ここドローでいいな。で、3か、3は落とせるな。え、全部墓地に送られたんだけど。え、バハムート？まずいことになったわ。メンコバトルされた。どうした？敵一体にプログラムが破壊された。全部。バハムートだろ、あれ。スタッツを抑えたバハムートじゃん。ナースされてるじゃん。どういうことだ？俺が聞いて。言ったままよ。そやな。こっちのプログラムは全滅。そうだな。え、これ負け？いや。12回殴られないと死なねえぜ。何そんな。あ、いや、え、デッキ破壊されてる。バハムートとかでそんな甘いもんじゃなかったわ。え、勝ち確じゃん。12回殴られて殴り殺されるだけじゃん。何そんなバカな。参ったわね。どうしようかしら。本当だよ。くそ、時間がない。ネットワークが警戒態勢に入っている。そやな。奴らが来るぞ。すぐに離脱しろ。いや、あと一歩なんだから。いや、もうデッキアウトしてるよ。ライブラリーアウトだよ。オメガがシステムにログインしてきた。早く逃げろ。オメガですって。チッて。オーケー。わかったわよ。あ、引くんだな。一月かけて練り上げた計画が水の泡か。あのカード強すぎるだろ。欲しいわ。出した瞬間勝ちじゃん。何も無駄だったってわけじゃないわ。今のままじゃ力不足ってことが分かったでしょ。そうだな。カード一種類しか入ってないもんな。プリニーデッキじゃん。ああ、そうだな。その、俺は。ん、何？はっきり言って。てか、ビショップなのに結構偉そうだな。だな。俺は、今回の作戦最後にする。あ、さよならビショップ。危険だと思ったんだな。家族ができたんだ。殺されるぞ、それ言ったら。もうこんな無茶には付き合えない。結構なんか現実だとさ、家族がいたら簡単に仕事辞められないよな。そう。どうやって収益得てるんだろうな、ビショップは。ありがとう。これからは正義のハッカーとして生きるんかな。これまで何年も付き合ってくれて、めっちゃいいやつ、ビショップ。お世話になったわね。こんな犯罪活動しながら家庭を築く余裕もある。こちらこそだ。何してたんだろうな。これからもクアンタムの活動を続けるんだろう。クアンタムの活動何するんだ。お前のおかげでこのろくでもない街もちょっとマシになってる。あー、反政府組織とかなんかな。てかこれ、親切だな。この、ほら、残りこんだけのテキスト量がありますってことだろ。多分。ちょっとずつ増えるもんな。それにあいつらに居場所を与えてやってもいる。いいヤクザじゃん。そうね。俺は抜けるが、これからも応援してるさ。じゃあまたな。そんな軽い感じで抜けれるのこれ。絶対だってさ、何かしらの方法で特定されて殺されそうじゃない？ええ。またね。またね。ああ、3ヶ月だった。唐突な時間経過。ある夏の日。マスタリーって何？クリアしたことないで、ないデッキで初めてステージをクリアすると、新しいカードやアップグレードの研究に使うマスタリーポイントを入手してきます。なるほど。あ、で、ここ押せと。はいはいはい。誰？新しいキャラだ。え、学園ジムナイルもの？ねえねえ、宿題始めない？エスパーだって。へえ、相手の手札見れそう。うん、ちょっと待って。今度のはクイーンシステムだって先生が言ってたよ。え？
クイーンってさっきのクイーン？そうだね、使い方はもう知ってるけど。どういうこと？え、さっきの主人公もクイーンだったよな。まあでも他のハッキングシステムと違うところはかなり多いかな。例えばプログラムは全部自分で書かないとダメだったり。じゃあスクリプトキディとかいないんだな。それで苦労する人は多いと思う。まあ壁があるからな。そう、だからこその宿題です。なるほど。準備できた？始めよ。褐色かわいいな。ね、めっちゃかわいくない？これ、こう。もう、ね。こっから下がさ、見えないのが残念なんだよな。なんだよ、この VG よく考えたら。胸像か？ダメだった？ダメじゃないけど。いや。ロボットは宿題しなくてもいいでしょ。どっち？ほら、前も言ったでしょ。リアは、ネスからアンドロイド。あ。これアンドロイドなんだな。成功すぎるだろ。ロボットじゃありませんだって。かわいい。はいはい、ネスからアンドロイドは宿題しなくてもいいんでしょ。へえ。グッグッてされた。はい、準備できたよ。はや。よし、始めよう始めよう。どんなデッキ？俺のデッキは。俺のデッキ？エスパーちゃんの君のデッキ見せて。あれ？ちょ、選べね。あれ？あ、こうか。あ、今初めて分かった。ここを選べばよかったわけね。はいはいはい。把握したわ。お、え？あー、ダメだ。さっきのバハ、今日がバハムートより、俺の対策にはならんな。ちょっと待て。これなんかめちゃくちゃ難しい。え？墓地を活用するデッキなんだけど。自分のトラッシュにあるレベル1のフルーツカード1枚対象とする。そのカードをフィールドに出す。え、めっちゃ面白そう、このデッキ。え、自分フィールドにあるこのカードと同じ名前のカードが全て攻撃する。自分のトラッシュにあるフルーツカード1枚選択する。選択されたカードと同じ名前のカードを全てトラッシュからデッキに戻し、デッキに戻ったカードの枚数分カードを引く。え、え、これめっちゃ楽しそう、このデッキ。やばくないこれ。嘘。いや、これめっちゃ楽しいだろ。このレモンフルーツデッキ絶対面白いだろ。カードは様々な特殊効果を持っています。初期化のついたカードはフィールドに出されると自動的に特殊効果を発動します。おお。ここにカード。お前のファンファーレ見せてくれ。で、アップルフルーツが出るわけね。はい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 。あ、これすごい。ちょ、ガジェットじゃん。はいはいはい。これを攻撃する。攻撃する。あ、これクリックして横列が実行するんだ。フィールドの横列は実行できます。実行すると、その横列の全てのカードが攻撃後、それらは破壊されます。スペースを確保したり、既に攻撃したカードで再度攻撃したりと、状況に応じて使用しましょう。え、これめっちゃバネだと相性良くない？これ押すじゃん。そしたら、いや、え、待って、このデッキめちゃくちゃトラッシュ活用するじゃん。だろー。で、これ出すでしょ？あれ？え、これ出さないの？あ、出すわ。で、全部戻すじゃん。引いてくるじゃん。出すじゃん。出すじゃん。あ、これ逆だったな。下げるか。なるほどね。結構考えなきゃいけないわ。で、これをしたらいいわけでしょ。なるほどね。面白。やべ。ちょ、横列楽しすぎて横列使っちゃった。あ、ちょ、これで、こっちに移動して、押したら見たら入ってるわけじゃん。え、移動するじゃん。入ってるじゃん。あ、ファンファーレなんだ。これだから01使えねえだよ。あ、これでしていいんだ。あ、なるほどね。出す。これどんなことだっけ？なんか全部戻して、なんかするやつ。あ、いいや。これ、こいつシーンもな。面白いことできる。あ、なるほどね。これで初期化。あ、初期化が、まあ、出た時にやるやつね。オッケーオッケー。で、出してリロードする。引いてくる。召喚する。
思う。いや、てかアップルフルーツめちゃくちゃ強くねえか。盤面作ってデッキも圧縮できるじゃん。強い。このデッキ一番楽しいじゃん。あれ？このマーク何それ？クイーンがもうハックしてたんだ。あ、クイーン学生なんだ。1学年か2学年ぐらい上に見えたけど。そっか、アストリカを攻略する方法を見つけたのかな。あー、チームメンバーなんかな。どんなだろう。好奇心は身を滅ぼすぞ。マッサリー、こうやって逃げるわけね。いや待って、このゲームめっちゃ楽しいやんけ。おい、行くぞ。リア、先月作ったプログラムを出してくれる？何それ。はーい、デッキってこと。再コンパイルしてクイーンに渡すから。コンパイルし直すってこと。はいはーい。あと僕がいない間に宿題をやっておいて、多分クアンタムが再始動する。あ、へえ。あ、なるほどね。クイーン、あ、クイーンと仲間なんだ多分。はえ、何、リアンは宿題しなくていいって言ってもそこなんだ。あー、気が変わったの。かわいい。顔文字で会話してくるのめちゃくちゃかわいいよな。じゃあよろしく。泣いてる。かわいそう。この、あ、で、なんかまた新キャラが増えるわけね。で、マスターリーは何使うんですか？ちょ、マスターリーどう使うの？リサーチ？ここでは新しいカードやデッキなどをアンロックできます。十分な数のマスターリーを保有している場合、対応するリワードが全てアンロック可能です。あ、これ持ってるだけでこっちは開くんだ。こっちは。あ、これでしかもデッキを作ってるんよね。自分のトラッシュにはレベル1以下のフルーツカード1枚を選択する。スプリングフルーツを除く。選択したカードのコピーを1枚フィールドに出し、自分のトラッシュにある他の同じ名前のか。え、永続？いや、え、フルーツデッキめっちゃ強いんじゃないのこれ。違うのかな。いや、待て。いや、クイックおかしくない？いや、ターン消費しないのやばいだろ。これも強いな。これ強くね？いや、これめっちゃ強くね？え？バッテリー強くね？一旦で全員アンタップできるってことでしょ、これ。使い切り。あー、こういうのあるんだな。いや、これ強いわ。あれじゃん。貪欲のツボじゃん。貪欲のツボだっけ？あの、デッキに戻して、遊戯王のな、墓地のカードさ、5枚戻して2枚ドローするっていう。あれ今まだ制限なんかな？制限だろうな。カゴの鳥。絶対楽しいな、これ。お嬢様、制作部から依頼が来ています。クイーンか。新型アンドロイドのバグを取るのに協力してほしいとのことです。女しか出てこねえな。ごめん、ビショップさん。そんなつもりはなかったんだよ。アリッサ・ネスから。また？ネスから？ネスから？なんかさっきネスからって見てきましたね。この前教えたじゃない、自分たちにできるように。曇り十何度ってことか。これめちゃくちゃでかくね？あ、え？ PC 用のバッテリー？これもしかして。ここ、でもこんなあったらさ、空調効かねえだろ。なあ。こう大きすぎない？ええ。ですが、またお願いしたい。なんか、綾波レイみたいなんだ。どうせまた私と話とかしたいだけとか、そんなところじゃない？かもしれませんね。何、ナンパされてんのそれ。それくらい自力で何とかしろと伝えてくれる？それはおやめになった方がよろしいかと。誰かの依頼なんだ。お母様がお許しにならないでしょう。いい名付けとかかな。あとでアイスクリーム買ってきますから。何のアイス？ハーゲンダッツ。もちろんストロベリーです。
なんでそんな、への字に曲げてるんだ。表情差分じゃないんだな。ここのも、ウィンドウ枠でやるんだ。仕方ない、分かったわよ。それと、ありがとう。麻衣子にはいつも迷惑をかけて悪いとは思ってる。いいえ、構いませんよ。私にできることでしたらいつでも喜んで。何かお返しをしたいわ。それには及びません。服部じゃん。旦那は服部半蔵だろうな。誰しも自分の仕事というものがあります。お、そうだな。そして、これが私の仕事ですから。ええ。そうね。さて、じゃあゲームの時間ね。無理やりにでも気合を入れないとやってられないわ。あとストロベリーアイスも来るしな。頑張ってください。オーロラ？あれ？こんな名前じゃなかったろ。これか。あ、みんなイニシャライズ入ってんだ。このカードを攻撃する。何これ。フィールド上の花カードを1枚対象とする。そのカードの何だろうこれ。これ何、ワンマー効果っていうのかな。どっかにあるかな。ないわ。あ、これ指か。え、うん、あ、なんか書いてあるわ。丸1効果をリセットして自分のデフェに戻す。この効果が発動した場合、さらにカード1枚引く。4の物理ダメージを攻撃する。あ、あの使い切りっていうやつか。なるほどね。で、それをリセットする。え、あー、じゃあこういうのでちゃんとリセットしないとあれなんだ。あの2回目使えないんだ。単純に手札に戻すだけじゃなくて、この死で花とかで、あの、リセットしないといけないんだ。あー、カード1枚引く。これ攻撃力持ってたら強えよな。ね。コネクティング。マニュアルの効果を持つカードは、カードのアイコンをクリックすることで特殊効果を発動できます。あ、フリーチェーンの効果ってことね。え、あれじゃん、タップ能力じゃん。特殊効果にはさらに追加の特性が存在する場合があります。追加特性は効果以降にカーソルを合わせると青色の文字で表示されます。なるほどね。はいはい。やっぱ使い切りだな。1って書いてあるんですよ。結構強いな。あ、そう、アリッサだ。オーロラって名前じゃなかったよ。来てくれ、来てるなら教えてくれればよかったのに。もう戦闘中に話しかけてくるパターン初めてだな。調子はどう？アリスさんですから。まあまあね、そっちは。君が来てくれたんだ、元気も出るさ。俺キャノンの名前全然覚えてねえわ。植物デッキの人とこの何、和デッキの人っていうので覚えしか覚えてねえ。わざわざありがとう。どういたしまして。それあ、エスパー覚えてたわ。それでデバッグの方は順調かな。何か僕に手伝えることは。ありがとう、大丈夫よ。それにしても新製品にこんなにバグがあるとはね。これはまあ新開発のもんに、ね、バグはつきものだろ。ちゃんとバグ取りしろ、テストしろ。いつもはここまでじゃないんだけど。プログラマー変わったか。エンジニアリングの過程できっと何かあったんだ。ああ、何かあったんだ。デスマーチかな。それは大変ね。そうさ。なんか、ルクさんはなんか、こうなんかね、ちょっとイケメンであろうとしてる感がめっちゃムカつくな。ビジュアルバンドみたいな髪型しやがって。こうして制作部が直さなくちゃいけなくなるんだから、突き返せ。ほら、バグを修正してるのが僕らでも、手柄は全部開発部とか持っていくんだよ。ああ。あ、これあれなんだ。なんだっけ。品質保証部かなんかなんだ。ちょっと目の前の作業に集中してもいいかしら。ああ、もちろん。邪魔して悪かったね。はーい。探検はする。ドローン！引いてくる。あ、え？移動する。
聞いてくる。悟空ファイヤー。いやこいつは弱。え、あ、ここで使える。もしかして使えないか。あー、これゼロはさ基本後ろの方が良かったりするのかな。出す。1枚だけ。全然見てなかった。あ、1枚だったわ。うん、なるほどね。あ、これ強いじゃん。まあいいや。この効果はその時ターンを消費してない。これなんだっけ、攻撃、このカードで攻撃するから。だから押して、あ、え、あ、終わり、終わった、終わった。ダメだ。あ、違った。ヘッドボール行こうか。移動する、引いてくる、こっちの次。いや、これどこなんだ。なるほどね。移動する、引いてくる、置く。ダメだ、これこうだった。あー、基本正面なんだ。移動する、引いてくる。こっちに置いといたらガードできない。あ、やべ、これ誰か死んじゃう。ここいいか。あ、1だから死なねえよ。おー、あれもガード見つかった。あ、また見つかった。どうする、これどうする。え、あ、1だった。あ、分かった、これ刀ないですよ。分かった。そしたらここやめるか。どうしようかな。こっちにして、こうして、あ、こうするで、実行したら全部死ぬ。あ、弓矢、乗れ。難しい、それする。あ、死ぬ。はいはいはい。OK、なるほどね。ここの列うまく使えるようになりたいな。バグ退治完了と。はいはい。また何かあったら教え、知らせて。すごいな、もう終わったんだ。ちょっと顔にかぶってたわ。そういえばそろそろお昼だね。何か食べたいものあるかい？え？これってさ、え？あの、リモートで繋いでるわけじゃねえの？ごめんなさい、せんやけがある。そうか、わかった。一緒にお昼に行けるような距離なんだ。楽しんできて。今日は助かったよ。ありがとう。やったー。マッサージがあったわ。お疲れ様でした。はーい、ほんと疲れたわ。あの人たちの相手マジ、あの人邪魔しに来ただけだろ。レトさん、お嬢様を頼りにしてるんですよ。話しかけてきただけだったぞ。カードくれ、カード。それはわかるんだけど、疲れるものは疲れるの。クイーンがいてくれたらよかったのに。クイーン何者なんだ。クアンタムっていうさ、テロリスト組織だと思ったんだけど、なんか人望厚くね。彼女との付き合いはお母様がお許しにならないと思います。テロリストだもんな。分かってだろうな。でもクイーンと一緒だとこう目が覚めるのよ。ああ、テロリストの快感に目覚めとるわ。他のこととは違って。お嬢様、クイーン様のカリスマのなせる技よ。クイーン様からお嬢様にお手紙が。何？本当？めちゃくちゃ喜ぶやん。いつもの場所に置いておきました。なるほど、わかったわ。秘密の場所を変えた方がいいかもしれません。え？察してる、もしかして。私のシフトが変わってからあそこをあまり通らなくなりましたから。あ、誰かに気づかれるかもってことね。物を置こうとすると怪しまれてしまいそうで。なるほど、そうね、いい場所を考えておくわ。それよりクイーンよ、きっとまた動き出すの。挿入者がいないわ。このテロリスト人望厚くね。よかったですね、お嬢様。ああ、言って読んでみてください。ありがとう、マエコ。それからアイスクリームを買っておきました。ハッキングしている間に有能。
よろしければ後でどうぞ。やった、もうほんと最高、ありがとうありがとうありがとう。いえいえ、どういたしましてお嬢様。わー。